アクセル・オルリックアクセル・オルリックは、デンマークの民族学者、神話学者。北欧の神話伝説の研究、民族歌謡の収集、研究機関の設立で知られる。学術師、デンマーク研究の発行責任者。アイデシニエイチ、グリューナーニールセン、ハンス・エレキレがおり、後者は、オルリックの娘子。アクセル・オルリックは1864年、コペンハーゲンに生まれた。 父は肖像画家で、オルリックは芸術や文学に関心の高い家庭で育った。1881年、コッペンハーゲン大学に入学したオルリックは、デンマークの民族学者、スベン・グルントビに支持する。オルリックは、早くからグルントビの後継者になることを望んでいたが、グルントビは、そのわずか2年後の1883年に、他界してしまう。そのため、 オルリックの研究目標に死の研究を完成させることが加わった。当時グルントビの関心事は北欧英雄史の研究であり、オルリックはサクソグラマティクスの歴史記述からデンマークに起源を有する伝承とノルウェー、アイスランドに由来する伝承とを区別するというテーマで1887年のマギスター論文、1892年の学位論文、 サクソ古代資料に分割の試み、古代北欧の伝承とデンマークの伝承などにおいて論じている。さらにオルリックは1888年から1890年にかけてクルントビのデンマーク古代民族歌謡の残り3巻を刊行している。オルリックは学位論文を提出した1892年、ノルウェーの民族学者モルトケモエの下で、 半年間研究し、この間にラップランド語、ゲーリング語などを学んでいる。この後、オルリックは1893年から1896年にかけてコッペンハーゲン大学で無休講師を務め、1897年に同大学の正規講師となる。彼の著作は主にこれ以降に発表された。1913年に 北欧民族学の助教授となった時は、死のわずか4年前であり、オルリックが1905年頃から構想し、1912年以降、本格的に取り組んだ、スカンディナビア宗教史の執筆は1917年の早すぎる死によって中断されることとなった。53歳であった。オルリックが残した多くの奏功、論文は、彼の死後ハンスエレキレによって、編集、出版された。 ありがとうございます。